どうもこんにちは。そしたらですね、今日も、アシュトンマニュアルを読んでいきたいと思います。前回13ページまで読んだと思うので、今日は14ページから読んでいきたいと思います。アシュトンマニュアル追放版の、2011年に、補足、ちょっと補足入れられたんですね。その部分が書かれています。で、この補足が終わったら次第一章になるんですけど、ちょっと第一章終わるまではね、ちょっと退屈っていうか、ちょっと分かりにくい内容が続くと思います。で、第二章になると、実際の減薬方法とか、ですね、で、第三章になると、離脱症状の、実際どういう離脱症状があって、それに対してどういうふうに対応していったらいいのかっていう、具体的な話とか出てくるので、ちょっとね、第一章はちょっと難しいというか、ややこしいかもしれないですけど、ちょっとさらさらと読んでいきますので、アシュトンマニュアル追放2011ですけども、概要、アシュトンマニュアルの最終版がインターネット上に掲載されたのは2002年のことですが、それ以降この薬を取り巻く環境には臨床的にはほとんど進歩はありませんでした。ベンゾジアゼピンは世界的に依然として限度を超えて処方されており、過量処方や行き過ぎた長期処方がしばしば行われています。実際に多くの国においてベンゾジアゼピンやそれに類した Z ドラッグ（新規薬）の処方は増加しています。クロナゼパム（リボトリール、ランドセンや）や、特にアメリカにおいては、アルプラゾラム（ソラナックス、コンスタン）や、ゾルピデム（マイスリーのような、より高利効果の薬剤が処方される傾向があり、また、ロラゼパム（ワイパックス）が、不安に対して依然として最も一般的に処方される薬剤でもあります。インターネット上で入手できるようになったことで、一般の人々がセルフメディケーション、自己投薬と称してベンゾジアゼピンを使用する機会も増えてきましたが、彼らはその有害作用や依存の可能性について、気づいていないことが多いのです。また、入手が容易になったことで、多剤乱用者においてもベンゾジアゼピン使用が増えてきましたということですけども、2011年の段階でもやっぱり、アメリカにおいてもたくさんやっぱりベンゾが処方されてて、過量処方、量を多く処方したり、行き過ぎた長期間の処方が、まだまだ続いているということで、最近ではインターネット上で入手することもできるようになったりして、その危険性というのを知らない人たちが、インターネットで自分で購入して、自分での危険性を知らずに飲んでいることもっていう問題も出てきているということですね。で、これが14ページ、次15ページ、多くの医師はベンゾジアゼピン長期服用者に関して、この、アシュトンマニュアルでは減薬とか代薬のことを離脱っていうふうに書いていますけど、日本語訳では僕はその減薬とか代薬という言葉の方が分かりやすいと思うので、減薬とか代薬という言葉に置き換えて言ってみたいと思います。多くの医師はベンゾジアゼピン長期服用者に対して減薬を指導する知識や専門技術をほとんど持ち合わせていません。また臨床心理士が少ないために熟練した心理的支援を得ることも困難です。イギリスにおいては医師は離脱に関する良質なアドバイスを入手できます。例えば臨床治験概要やイギリス医学会薬学会共同編集処方集などからです。アメリカの場合はメインベンゾジアゼピン研究グループから入手可能です。しかしこのような情報を活用する医師はほとんどいません。アルコールや違法ドラッグを扱う依存治療施設は
ベンゾジアゼピン服用者には適していません。そういった医療機関は患者を急速に離脱させ、融通の効かないルールや契約に基づいた方法を用いるだけで十分な支援や経過観察を行わない傾向があります。イギリスにおいては国民医療保険サービスの支援による慈善事業やベンゾジアゼピン問題に尽力している支援団体などがいくつかあるものの、もはやいかなる離脱専門の医療機関も存在しませんということですね。で、このベンゾジアゼピン その原薬に関しての、まあ、こうマーシュトマニアのようなこういう情報を、まあ、具体的に提供するような、まあ、なんていうのかな、そういう、まあ、アドバイスを、まあ、医師がそういう知識を得ようと思えば、まあ、イギリスとかアメリカの場合はそういう、なんていうのかな、その医師にアドバイスするような、機関っていうのかな、グループっていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、それをまあ一般の医師は、なかなか活用しようとはしないということで、まあ、これはまあ日本の状況ともよく似てますよね。だからイギリスとかアメリカにおいてもやっぱりその一般的な医師は、なかなかベンゾジアゼピンの危険性を認識してないということですよね。まあ、これは2011年のことなので、まあ、今はまだ変わってるかもしれないですけども、でそのまあ、原薬の、まあ、アルコールとか違法ドラッグをの人を、減薬させる、まあ、離脱させる、依存症を治すという、まあ、そういう施設っていうのは、まあ、日本にもあると思うんですけど、まあ、例えばプロ野球の清原和博とか、あの田代正史とか、あとは沢尻エリカとかも病院に入ってるんでしょうかね。そういう薬物関係のそういう依存症を治す病院っていうのがあるみたいなんですけど、でもそういう病院っていうのはベンゾジアゼピンの原薬弾薬には向かないっていうことですね。こうあまりにも短期間で、こう減らしてしまうので、そういう違法薬物の原薬とこういうベンゾの原薬っていうのはちょっと一緒にはできないっていうことですね。で、次は最適なベンゾジアゼピン離脱方法についての臨床研究は限られています。臨床試験のメタ分析から得る結果は解釈が困難です。なぜなら、減薬速度や心理的支援の方法がそれぞれの試験で異なる上に、異なる補助薬を使用している場合もしばしばあり、その多くは比較対象試験が行われておらず、短期間の追跡しかなされていないからです。遷延性症状や永続的影響の可能性について、ベンゾジアゼピン服用による長期的影響を調査する研究は行われていません。ベンゾジアゼピンは脳や他の機能に永続的損傷をもたらすことがあると多くの服用経験者が主張していますが、それが事実かどうかという疑問について科学的な回答は未だ得られていません。耐性や離脱症状、あるいは不安の根底にある分子メカニズムについて、またベンゾジアゼピンとさまざまな神経伝達物質系との相互作用についての基礎研究が興味深い結果をいくつか示してきました。しかしこれらも将来的に臨床上の進歩につながる可能性はあるものの、臨床診療に直ちに応用できるものではありません。アシトンマニュアルに記したベンゾジアゼピン処方薬服用者または処方医に対するアドバイスは今日も適切なものであり、更新の必要はほとんどありません。今回の追放では、減薬中及び弾薬後のベンゾジアゼピン服用者からよく聞かれる質問への回答として、さらに情報を追加しました。
このような質問に回答することは容易なことではありません。他の多くのベンゾジアゼピン問題と同様に、それは様々な個人的要因に左右されるからです。例えば、性格、遺伝的体質、ベンゾジアゼピンの処方理由、使用したベンゾジアゼピンの用量、種類、服薬期間、現在の症状、環境的ストレス、その他があります。この追放の中で提供されている一般情報から答えを求めようとする方は、どのファクター、括弧要因が自身に当てはまるのかを、ご自身に当てはまるのかを見出す必要があります。ベンゾジアゼピンについて、私が最もよく聞かれる質問は以下のものです。1、ベンゾジアゼピン長期服用は脳に永続的損傷をもたらしますか ?2、なぜ、弾薬性交互、しばしば長期間経過して、ベンゾジアゼピン離脱症状の明らかな再発が出現するのか。3、弾薬性交互、弾薬後、離脱症状が持続する場合、ベンゾジアゼピン治療を再開すべきか。今回のアシトンマニュアルの追放では、これらの質問及びそれに関連するいくつかの問題について回答してみました。ということで、で今、16ページの途中ぐらいまで読んだんですけども、読んだだけで大体分かりにくいところもありますよね、やっぱりね。なかなかいろいろ研究がこう、なんていうのかな、こう行われているのはいるんですけども、それがその、なんていうのかな、総合的にこう、もっと大きな、こう、なんていうのかな、スケールで、統括的に行われてないので、まあ、あちこちで研究されてても、それぞれその、なんていうのかな、条件が違うかったりするので、それをこう、まとめて、まとめて、その、比較するのは、ちょっとなんか難しいというようなことが書かれてますね。で、まあ、アシトンマニュアルに、まあ、記した、まあ、アドバイスというのは、まあ、今日であってもだいぶ古いものではありますけども、まあ、最終版が2002年なので、まあ、今から18年前に、まあ、最終版というのが、ネット上に公開されたんですけど、まあ、今日でも適切なものであって、更新の必要はほとんどありませんということなので、まあそのまあ、これが、まあ、アシトンマニュアルが信頼される、原因になっている、理由になっているのかなというふうに思いますけどね。まあ、ある程度、なんていうのかな、その、ベンゾジアゼピンを減薬するための、なんていうか、本質っていうのが、まあ、書かれてて、それはまあ変わるものではないということだと思うんですけど。で、まあ、今回のその2011年の、まあ、追放版、まあ、補足版なんですけど、まあ、補足版の中で、まあ、いろいろ、まあ、アシトン先生がいろいろと、質問されると、まあ、その中で、まあ、3つ、ベンゾジアゼピンの1つ目は、ベンゾジアゼピンを長期間服用したときに、脳に永続的な損傷をもたらしますかということですね。長期間、僕もまあ20年以上飲んでるんですけど、それでまあ脳に、永続的な損傷をもたらしているのか、それ心配ですよね。こんな長いこと飲んでて、まあ、弾薬できたとしても自分の脳がなんかこう正常ではない、なんかこう影響を受けてるんちゃうかなっていう、そういう心配ですよね。あと2番目は、まあ弾薬成功した後で、しばしば長期間、時間を置いてから、また離脱症状がまた再発するということがよくあるということですね。これは何でかということですよね。で、それから、なので、まあ、
その弾薬しても今日で弾薬できましたっていう弾薬が終わっても、まあ、安心はできへんということですよね。まあ、それからこう時間を結構時間を置いてからまた離脱症状みたいなものが出てくるっていうことですよね。でその時にどうするかっていうことなんですけどね、その弾薬後、離脱症状が持続する場合、弾薬した後で離脱症状が持続する場合に、ベンゾジアゼピン治療を再開すべきか、もう一回飲むべきかということですよね。ゼロにして弾薬成功しましたと、でなんだけど離脱症状がずっと続いていると、その時にベンゾジアゼピンをもう一回飲むのかということですよね。そういう問題について、質問があったのでそれにまあ答えますということですね。はい、まあ、ちょっと長くなったので一旦ここで切りたいと思いますけど、まあ次回は、まあ、その3つの問題について、まあ、アシトン博士の、まあ、見解っていうのを、書かれてると思うのでそこをまたちょっと紹介していきたいと思いますけど、はい、ということですね。なので、今日はまあちょっと15ページまで読んだということですね。はい、そしたらまた、次回よろしくお願いします。今日も見ていただいてどうもありがとうございます。